はい、皆さんこんにちは。お久しぶりです、レオンです。今日はね、てかね、毎回ね、結構久しぶりの動画になるんですけど、前回ね、撮ったのが多分2ヶ月か3回、もう今3月末なんで、3ヶ月前にね、誠くんとこうチームとこう問題があって、これからどうするかっていうのを話してる最中で動画が途切れてると思うんですけど、あの後ね、すごい進展がたくさんあったんですけど、まあいろいろちょっとゴタゴタしてたっていうのと、ちょっと動画なかなか撮るモチベーションというか気持ちになれなくて、全然動画撮ってなかったんで、まあそれとは今日関係ないんですけど、そのチームとのこともちょっと話しながら、今日ね、ちょっと料理していきたいと思うんですけど、僕がね、普段何食べてるかっていうのを今日作ってお見せしたいと思います。まあうちは炊飯器ないんでね、この鍋で、大きめの鍋で作っていくんですけど、作りながら、料理しながらちょっとお話できたらなと思います。見てもらったらわかると思うんですけど、もう家がね、前と違う家で、実はね、誠くんとはもう今お別れしてしまって、僕は違うチームに移りました。それについてもね、ちょっと話していけたらなと思います。で、今日作るのは米に野菜と肉をたくさん混ぜて作る料理です。で、これ海外のお米です。でも先に言っとくんですけど、分量とかでも全部適当なんで、量は気を吐かないです。米の量が何合かっていうのもちょっと自分じゃよくわかんないんですけど、何合なのこれ。今日ね、野菜めちゃめちゃ入れるんで、米ちょっと少なめでいきます。はい、でね、今米研ぎ終わりました。僕ね、このコーンがめちゃめちゃ好きで、これ冷凍コーンなんですけど、入れると甘みが出るし、味もね、美味しいんで、僕はコーン入れていつも炊いてます。今日はめちゃめちゃ具沢山でいきます。はい、これでね、とりあえず米の準備は完了しました。これちょっと一旦放置します。はい、で、ここからね、ちょっと手元を映さないといけないんで、顔が見えなくなるんですけど、今日使うのは、この名前わかんないですけど、椎茸、舞茸、椎茸とパプリカで、僕パプリカ使うの初めてなんで、店に行った時に唐辛子とかといっぱい並んでて、これがパプリカかどうかも正直僕わかんないんですよ。使ったことないんで、俺辛いのダメなんで、唐辛子じゃないことを祈ってます。次、これ玉ねぎ。ちなみに玉ねぎ僕めちゃめちゃ苦手なんですけど、玉ねぎをね、やっぱ食べないといけないってことで最近トライしてます。細かくね、みじん切りにしたら食べれます。僕大きいね、ゴロゴロ系の野菜があまり好きじゃないので、全部細かくカットしていきます。何からカットしよう。あ、そう、あと鶏肉も最後に入れます。じゃあちょっと玉ねぎからカットしていきます。玉ねぎはね、めちゃめちゃみじん切りにします。で、さっきのチームの話なんですけど、どんどんとそのビザをね、取れなかったことに対する対応が悪かったので、揉めたっていう話をしたと思うんですけど、どん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 クラブとの関係も僕個人的にですけど悪化してって、そのクラブの対応にね、僕はちょっと納得できなくて、よくね、練習中とかに監督とかともなんか揉めたりして、だんだん関係が悪くなって、クラブからのね、リスペクトを感じられなかったので、1月の初めにね、双方合意っていう上でね、契約を解除して、僕は他のクラブに移ることになったんですけど、誠くんも、他のクラブに移るために頑張ってチーム探したんですけど、やっぱキーパーっていうポジションがね、すごい難しいので、サッカーがやっぱ一つしかないので、なかなかチームが見つからずにね、彼は今もサンタルチャーに結果的には残っています。で、僕はね、その後チームを探しそうと思ったんですけど、やっぱなかなか簡単に見つかるものではなくて、クラブをね、移れる期間っていうのが1月10なんですよ。1月末まで。で、たくさんね、最初ね、その僕が契約解除した時に、いろいろ話とかもらったんですけど、他のクラブから。いろいろ僕がこう、わがままに他のいいクラブをずっと探してて、渋ってるうちに、どん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 そういうクラブもね、なくなっていって、最終的にもう俺も日本に帰国かなってなりかけた時に、今のクラブが、1月31日の最終日にオファーをくれて、急にサインすることができました。それでなんとか助かったって感じですかね。切っていきます。で、本当にそのね、前のクラブと契約解除して、で、誠くんはね、今もその問題と戦い続けてるみたいな。ビザのね、問題が起きる12月までは僕もね、ほとんどの試合でプレーしていたんですよ。だからね、こんな対応されるのは悔しいですし、ムカついたっていうか、おかしいことだなって思ってたんですけど、まあもし僕がね、試合は出てたといえど、数字っていう意味では結果も残せてなかったので、これでね、点取ったり結果をしっかり残していたら、クラブの対応もね、変わったんじゃないかなと思って、まあそこは自分にフォーカスして、ちゃんと反省はしています。で、今、新しいクラブでプレーしてもう2ヶ月が経つんですけど、ちょうど今ね、3週間、試合がナショナルウィークで開いて、今週末にまたリーグ戦があって、あと4試合あるんですけど、2ヶ月ぶりくらいにね、
昨日誠くん、あ、じゃあ一昨日か、一昨日誠くんと海行って、2ヶ月ぶりくらいにね、誠くんに会ったんですよ。もう相変わらずのパリピで、なんか誠くんが一緒に住んでる家のルームメイトもいたんですけども、パリピすぎて俺はついていけないんですけど久しぶりに会いましたけど、すごい楽しくて、寒かったですけど頑張って海も入って、お前ワンチャンクラゲ触ってんだよ。めちゃめちゃ焼けて今体中痛いです。やっぱあの今のクラブはねすごい、まあ当然ね給料は前のクラブと別に大差ないですけど、今住んでる家は3人で今暮らしているんですけど、家もチームが出してくれてる家ですし、前はね家代を出してもらって自分たちで家を探すっていう感じだったんですごい大変だったんですよ。でも今はすごいいい家に住んでて、なんとか楽しくやっています。これ玉ねぎの時気をつけてください。目あのめちゃめちゃ痛いっす。で僕は大きい玉ねぎとか食べれないんで、あのめちゃめちゃ細かくしていきます。で玉ねぎね1玉使います。やばい目が痛い。こんくらい細かくして入れます。今ねカットしてどんどんさっきのね、さっき見せたお米の方に入れていくっていう感じです。これもう半玉入れます。僕日本にいる時からね自炊っていうか、まあ鶏肉焼いたり卵焼いたり程度ですけど、まあずっと自分で作ってましたけど、こうやってね野菜使って料理するってことはあんまなかったんで、まあね当然ですけど親元離れると何でも全部自分でやらないといけないんでね、米も炊いたことなかったですし、見てる人からしたらねこのいろいろカットしたり作るっていうのは手間かなって思うかもしれないですけど、まあ、これももう一つの何ていうんですか楽しみというか、意外とね料理すると楽しいですよ皆さん。僕今当然プレーできてるんですよ、試合にも出てるんですけど、僕もクラブが新しいクラブがまた申請し直してくれてるっていう最中で、 ID カードっていうのを待ってる最中なんですよ。まあ日本でいう在留カードですよね。で誠くんはね相変わらずそれがクラブがねやってるかどうかがわからないっていう状況が続いてるらしくて、でそれを彼も今待ってるらしいんですけど、まあクラブが信用できないのでね、前も言いましたけどアルタのサッカー協会に加盟してると、弁護士をタダで、使ってね助けてもらうことができるんで、誠くんは今弁護士助けてもらってるみたいです。でも僕もねもう残り1ヶ月、4月10日にシーズンが終了するんですけど、飛行機取ってね帰るためには ID カード必要なので、ヨーロッパの国をね経由して帰るので、それにはね ID カード必要なので、今の僕たちのステータスっていうか状況的には多分不法滞在っていう状況になっちゃってると思うので、今僕の住んでるマルタっていう国からヨーロッパの国ってすごい飛行機もそうだし安く行けるんですよ。近いし 1,2 時間で行けるし、イタリアなんかね 2,3 千円で行けるっていう話を聞いてるんで、で僕もねすごい行きたいんですけど、イタリアに旅行にしに行きたいんですけど、あの飛行機乗るからねあの ID カード必要なので、それがなくて今どこにも行けてないっていう感じです。みんな土日休みとかで平気でイタリアとかスペインとか行きますからね、めちゃめちゃ羨ましいですよ。こんな感じです。入れていきます。初トライのパプリカいきます。これどうやってやるんだ。僕ねさっきも言ったんですけど、野菜はめちゃめちゃ好きなんですよ。で野菜めちゃめちゃ好きなんですけど、調理のねレパートリー知らないっていうのと、めんどくさくて全然食べてなくて、でもあのサッカー選手にもそうだしアスリートにもそうなんですけど、絶対に野菜から取れるビタミンっていうのは必要な栄養素なので取らないといけないじゃないですか、ね、で僕はあのマルチビタミンっていうねあのサプリメントからいつも摂取していたんですけど、最近はあのこれあれですね、真ん中取らないといけないから、あぶねっ、おー指いくとこだった。あのサプリメントからね僕は摂取してるんですけど、最近はこうやって固形物からも取るようにしています。こんな感じで邪魔な、玉ねぎ、じゃ玉ねぎじゃねえ、卵じゃねえや、ね、ブツブツが綺麗に取れます。でこんな感じですかね。1個丸々使っちゃおうか。じゃこれもね、僕はあんま大きいのが好きじゃないので、初めて見るこのサイズのパプリカ。でも残りね1ヶ月と思うとマルタもちょっと恋しいですね。僕が夏にマルタに来た時には詐欺師のねマイクっていうやつと戦ってたんですけど、今度冬にはねクラブと戦ってっていう感じで、もうずっとね
トラブル続きだったんですけど、まあでも海外あるあるですよね。自分にも非があると思うんで、クラブと揉めるっていうのは。パプリカカットできました。これも入れていきます。あとね、トマトは僕めちゃめちゃ食べます。トマトうまいし、普通に好きなんで食べますね。はい、こんくらいちょっと切って洗います。マルタって意外と物価高いですからね。前まで卵15個で3ユーロだったんですよ。今4ユーロになってるんで、基本的に。で、卵15個のパック2個買って、8ユーロだったんで、8ユーロって言うともう1000円以上なんですよ、多分。卵30個で1000円もするんですかね。去年から日本にいないので、日本の物価今いくらかわかんないんですけど、どんなもんか。まず半分に切って、で、もう切っていって、最後に細かくします。はい、最後は椎茸をぶち込みます。こんな感じで、米、玉ねぎ、パプリカ、椎茸、よし、ぶち込みます。絶対うまい、絶対うまい、まずいわけがない。見かけあんまよくないんですけど、いいもんしか入れてないんで。あとこんなんで食ってたら痩せますから、勝手に。油なんか入ってないんで、ファットは。まず塩ですね。でもこんなもんも適当に、もう塩なんか多分入れるだけいいんで、まあ、僕毎日練習ありますし、人にね、まあ合うんで、人に合う予定がない方とかはね、もうニンニクもう 2,3 ペン入れちゃったらめちゃめちゃうまいと思います。やっぱニンニクあるのとないのじゃね、味全然違うんで。あ、そうだ、あとバジル、これバジル好きだ。バジル、これうめえ。なんかね、こっち来てからやっぱね、味覚がちょっと変わった気がしますね。もともとこんなん日本では絶対使わなかったんですけど、最近は使います。で、主役の鶏肉ですね。で、僕もこれカットして、ちょっと味付けして置いといた肉なので、これをぶち込みます。皮もね、ちょっとそのまま残してあります。全部剥いだりはしてないです。基本、もも肉、もも肉が一番うまいんでね。やばっ、え、やばないこれ。で、これトマト缶、まあ、これがメインですね。これも丸々1缶入れちゃいます。これもおもむろに入れてもらって、うわで、あ、やっべ、うわうわ、白なのに。あ、取れました、よかった。で、トマト缶って全然味ついてないですよ、実は。トマト缶自体に味がないので、これにね、トマト缶入れた後にケチャップ入れます。これで味はつくはず。はい、完成しました。これを火にかけていきます。はい、でね、時間もね、正直ちょっとどのくらい火を通せばいいのかっていうのは正直ちょっとよくわかんないんで、まあこんな感じで今から30分から1時間くらいかな、ちょっと火にかけて待っていきましょう。今ね、20分くらい経って1回開けてみたんですけど、めちゃめちゃいい匂いがしてきて、1回ね、混ぜてみます。混ぜてまた待つって感じですね。うわ、うまそう。まだ水分が飛び切ってないんで、これね、動画じゃ伝わらないと思いますけど、めっちゃいい匂いです。野菜の匂いやら、なんだ、あと他には何の匂い、ケチャップの匂いやら。もう15分20分くらい待っていきます。はい、今ね40分45分くらい経って、もうね食べれると思うので、ちょっとよそっていきたいと思うんですけど、すげえいい匂いするんですよ。そのすげえいい匂いが何かなと思ったら、多分ねこれパプリカなんですよね。パプリカのすげえいい匂いがする。結構ご飯は緩い感じです。できましたってことなんでね、早速ね、まあこれ作るの初めてじゃないんですけど、早速食べていきたいと思います。うまそうでしょ。で、味付け薄い場合は僕みたいにこう後からこうやって塩を追加してもらって、サッカーやってるアスリートとかね、筋トレやってる人はもう塩なんか取るだけいいと思うので、僕はもうめちゃめちゃ塩使います。で、これをもう1日に3回4回食べると、筋トレ後、トレーニング後、夜ご飯とかね、もうこんなもう嫌でも痩せますよ。だって野菜と肉しか入ってないもん。悪いもんなんか何も入ってないですからね。熱いぞこれ。いただきます。
これ巻き舌じゃなくて猫舌なんで。赤っ。うん。あ、うまっ。かっこいちうまい、かっこいちうまい感じで、トマトの味もちゃんとついてるし、野菜のね、おのおののなんていうんですかね、うまみが、おのおのの野菜のうまみが出てめちゃめちゃうまいです。で、僕のおすすめのポイントとしてはやっぱコーンですね。コーンが入ってることによってあのいいアクセントになってます。マジでうまい。うん、最高。はい、完食しました。ごちそうさまです。っていう感じでね、たくさんね作ると多分7、8食分くらいはあると思うんで、これを2、3日かけて食べるっていう感じの最近は生活を送っています。もうね、栄養的にもバッチシで、サッカー選手にもね、ぜひ食べてほしい食事ではあるので、よかったらね、真似してやってみてください。ではまた、次何の動画になるかわかんないですけど、また次の動画でお会いしましょう。じゃあまた。